はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はストロークのアップダウンちゃんとできてますかっていうお話をお送りします。はい、曲を弾いてるうちになんかリズムが安定しない、テンポが速くなっていく、どうしても治らないんですっていう方、ストロークのアップダウンを意識して弾いてますか？単純なストローク、例えばですね、チャンチャカチャカチャカとかですね、チャカ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 、こういうストロークは間違えないと思うんですが、はい、リズム的にはこういうものですね。チャンチャチャンチャチャチャっていうリズムなんですね。はい、これ弾くときに、正しくはこうです。間違ってるのは、はい、この違い分かりましたでしょうか。間違ってる方はですね、この音の度に手を動かすんです。まず一番最初、四分音符ですよね。一回弾きます。次の音アップでいきますよね。はい、その次はっていう感じで弾く音の度に手を動かすっていうことは、止まるタイミングが出てきますね。チャンチャ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 、この2回途中で止まりますよね。はい、この止まってる時にずれるんです。じゃあ正しくはどうかと言いますと、見ててくださいね。この手のここの部分だけ見といていただくといいと思うんですが、はい、どうですか。ここ単純に上下させてるだけじゃないですか。はい、ただ上下させてるだけで弦に当てない時が出てくるんです。こうやって止まると、止まった瞬間次弾き始めるまでタイミングを取らないといけないじゃないですか。でも今弾いた、ただ上下させるだけで時々弦に当てない時が出てくる。これだとただ一定にこうやっとけばいいんです。はい、これ今こうやってやってますけど、うちわでこう仰ぐときにどうですか。一定に仰げますよね。だいたい仰げますよね。これうちわ持ってると思ってくださいね。こうやって、ああ暑いな、うちわ扇子でもいいですよ。こうやって仰いでるときって一定にできるじゃないですか。これをタッチャンチャチャチャっていちいち止めてると綺麗に刻むことができないですよね。ここなんです。ストロークには規則性がありまして、必ずダウンアップの連続で弾くんです。これダウンアップの連続で弾くので、リズムがずれづらいんですよね。で、ただ当てるときと当てないときがあるので、弦に当てる、当てないを、練習する必要はあります。ただそれはですね、止めるよりも簡単なんですよ。弦に当てないでちょっとだけ上を動かすだけです。はい、一度やってみてください。これです。チャンチャチャンチャ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 ンチャチャンチャチャチャ、はい、こういうことですね。矢印で示すとこういう動きになります。はい、どうですか。これ意識してやったことありますか。このパターン以外にもいろんなストロークパターンで同じことが言えるんですね。はい、別のストロークパターンが出てきた時、じゃあどうする、規則性どうなってんのって思った方、簡単なんです。拍の頭はダウン、拍の裏はアップなんです。これ見ていただくと、四分音符で1、2、3、4ですよね。これ8分で言うと1等、2等、3等、4等になるんですね。はい、1、この時はダウンです。とって言ってる時が裏ですね。1、と、2、と、3、と、4、と、これに合わせてみてください。1、と、2、と、3、と、4、と、はい。とがついてるところは必ずアップ。1、2って数字を言ってる時は必ずダウンというふうに覚えておいていただくと間違えることはないと思います。はい。そうやって一定に規則性を持って動かしていただくとリズムがずれないようになります。はい。これって非常に難しいんですよ。リズムしっかりこれで取るのはものすごく難しくて、かなりのリズム感がないとできないです。はい、で技術的にもかなりいります。そういう難しいことはやらないように、単純にウクレレを楽しみましょう。というところで今回の動画は以上です。また別のお話でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ること。
から今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音がない今、僕は忘れない。いつもいつまで。